一休電気工事の二次建材のね、虎の文字ね、第一巻の方から説明していきたいと思います。まずこの模擬試験で、まあ、これは大体基本的に120分で、まあ、大体1時間半ぐらいで大体、まあ、できるというふうに思います。ということでね、これをやっていきたいと思います。第1回やっていきましょう。でまずその問題の1番はいいですよね。これは経験記事ですが、これ自分で書いていただいて、まあ、準備していただく。だからここではですね、まず問題の2番というところがいきます。で今年はですね、必ずやっておいていただきたいと。これね、資材管理、それから電線管、それから機器の取り付け、この3つは必ずやってください。ね、ということです。でそれぞれここではね、問題が大体4、5台出て、その中から2台を選んで、2つ選んで各問題の要するに品質を、適正な品質を確保するための方法を、まあ、書いていくと、こういうことですね。具体的に回答を見せる。これ2つ回答しますね。で回答はでも出てますから、ここで説明するのは2つだけと、こういうことですね。そうするとまず一番最初ね、資材管理、資材の管理ということで、一つ目はですね、これは要するに各材料のね、数量を正確に把握すると、確認するとね、いうこと、まあ、チェックシートを使わない何でもいいですね、ということになります。もう一つはですね、劣化損傷ね、これ不適合品、まあ、こういうのがある場合は場外に搬出、ね、こういうことを書いていただくと、こういうわけですね。から二つ目はですね、この電線管の施工ね、でこっち側のところではですね、これ施工ですから、施工ということは何かというと施工図があるわけだ、ね、だから必ず電線管の施工図と照合して目視で確認すると、ね、長さだとか曲がりだとか、止めてる固定点とか、そういう位置を必ずこれに基づいて目視で照合してくださいよと、こういう問題で。二つ目はね、こっち側のところ配線管の材料そのものが適正かどうかということで、材料品質、これをですね、設計図書を見て確認をして、あるいはこう目視で確認する、まあ、普通は目視で確認するんだな、まあ、こういうことを書いておけばいいと、ね、いうことになります。次行きましょう。次はですね、電気用語ですね、電気用語で、ここではですね、まずこのやんなきゃいけないこと、必ずやっておいてもらいたいのはこれ、コンバインドサイクル発電というのと、それからこの下、電気鉄道の信号装置、それからトンネルの入り口の照明、それから家電流の OCR の作動の試験、この4つは少なくともやってもらいたい、ね、あとはもちろんやってもらやっていただきたいんですけども、まあ、少なくともこれだけは書けるようにしておいてと、まあ、そういうことですね。これについて説明ちょっとしていきます、ね。まあ、ここでは何かというと、解説を詳しくテキストに書いてあるので、この他4つを選んで、ね、技術的な内容をそれぞれ2つ書いてくださいよと。技術的な内容というのは、だからね、要するに施工上の留意点とかさ、先天上の留意点とか、動く原理だとか、発生の原理だとかね、だから定義だとか、目的用途、何でもいいよと、方法でも特徴でも対策でも、これに対するね、ということを、まあ、何でも、テーマを1個決めて書いてと、こういうわけだな。ちょっと見てみます。例えば、4つ選ぶんだから、まあ、4つだけ選んだからな、コンバインドサイクル、例えば、ね、コンバインド何がコンバインされてるかというと、要するにガスタービンによる発電と、それからこの排熱を利用したですね、蒸気タービン、この2つをですね、コンバイン合わせてる、を組み合わせた、コンバインで組み合わせた発電をした、ということだな。で、もう1丁は、ね、記録発電方式、ね、要するに重油燃やしてる方式だな、比較して何が特徴かというと、要するに起動停止が容易で、しかも即応性が高いと、ね、ということでコンバインドサイクルは普通のですね、そういった重油燃やしてやるような記録発電に比べて起動も即応性も早いですよと、まあ、こういう特徴があるよと、こういうことですね。まあ、その他いっぱい書いてますね。ここのところは変電所の調送設備っていうね、要するに、軽負荷時の進み電力だとかさ、この無効電力出てくる、でこれを低減しなくちゃいけない、ね、それを低減するのはこの装置ですよということで、電力装置の低減を図る機器ですよと、
で、この機器の特徴としてはですね、これ連続、ね、連続的にできる。だからコンデンサーとかリアクトルっていうものは連続でできないけど、この調査設備の方は連続的にできますよということな。そういう特徴があるよということですね。それから送電系統の中性点の設置方針、まあ、これはスター結線な、スター結線の電気中点設置すると、まあ、いうことによって、まあ、結局は高経電を確実にできたりね、それから過電圧を抑制できたりするよと要点だけ書いてもらえるね。でもう一つは中性点設置方式な、まあ、方式だな、いくつかあるから、でこの方式はまあ3つぐらい書けるようにしていてと、全部書かなくてもいいからな。それから分炉リアクトル、まあ、これのこれと長なんだけども、分炉リアクトル、これについてはですね、進み電力の改善ね、ということで、フェランチの現象の抑制でありますよということで、もう一つはこれは構造が簡単で保守も容易であると広く使われてますよと、まあ、そういう用途だな、まあ、そういうことを書いたりしてもらえばいいということだな。このうち特にコンバインドサイクルは必ずそのここでは覚えていただきたいということは、とりあえずはね、ということなんで、はい、それからいきましょう。だから今度は電力計算な、電気計算ということで、こういったように RLC 回路、ね、交流電がかかった時の値として力率、力率はいくらですかということでね。で結局この力率の計算のところではですね、抵抗が3、XL が8、コンデンサーの方が4オームだったと。そしたらこの公式をもちゃんと適用してもらってね、3の事情ね、8-4 の事情、こうなるね、ルートして。でこれ Z、これは Z だからな、インピーダンスだから、インピーダンスは抵抗がレベル、ね、抵抗は3だから、3で、これインピーダンスの5だから、割れないで 0.6、でこれ選んでください。まあ、こういう感じだな、こうなります。だから今度は、あとはですね、マレーループ法ね、マレーループ法の故障地点の検出、どこで故障したかという検出、ね、この計算はもう公式があるので、どこの点でやったかという X の地点は、ね、ここの読み値だな、A の読み値、これを2倍して、往復だから2倍する、それで L と、これが L ね、でこれ線で割ってよろしいということで、E で A が、ケーブルは L がここに 2000m ですね。でこれは2だな。でこれ 200m だから、ここな、200だったからここ200を入れて、で計算するとこれはここから 800m ですよ。ということですぐ出てくるね。ということで答えは3番です。だから2番と3番とここな入れればいいと。こうやってね。次行きましょう。電気放棄、ね、で電気放棄のところではまだこれは建設業法と電気事業法なんでね、建設業法のところは要するに主任技術者と管理技術者の職務についてということだな。だから皆さんご存知の主任技術者と管理技術者、工事現場における建設工事を適正に実施するために、ね、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、品質かな、その他のですね、技術上の管理及び、建設工事の施工に従事する者の技術上の指導、監督の職務を誠実に行わなきゃいけない。今年はこれ注意してだよね。だから今度はもう一つ、元請け義務に関する確保について適度に決められた言葉を入れてほしいと、こうやってな。そうすると今度ここはですね、元請け人は下請け人からその下請け建設工事が完成した旨の通知を受けた時は、通知を受けた日から20日以内に、かつできる限り2回間でその完成を確認するための検査を完了しなきゃいけないね。このこっちの出る場合あるよ、検査を完了しない、ここの文言を法律上理解しておく。あとはもう一つはこっち側だな、電気事業法の方だな。でこれは電気工作物の係の項目と電気事業法で決められているのを挙げてくださいと。今年は法案規定の方だな、主務大臣はこれ事業用電気工作物だな、それからこの維持も出るかも運用も出るかも、覚えてください。保安を確保する必要があると認めたときは、要するにこれだな、事業用電気工作を設置するものに対して何かというと、保安規定、この字だな、規則だとか規定だといろいろあるからな、こういうな、まあ、そういったようなこういう字があるから、しっかりこの字が前提できるようにしておいてくださいよ。ということで、
根本ということだね。やっぱり事業用とこの保安規定ということがここに入ってくると。まあこういうわけです。で次に行きましょう。で今度は第2巻なんですね。第2巻の。第2巻というのができます。そうすると第2巻の方ではですね、次行きましょう。じゃあ問題を見ていきますと、次はこの問題2番だな、1番ないからな、問題2番。ここではですね、何をやってもらえればいいか、2番だな、これ、この酸素欠乏に対する、防止対策ね、それからこの停電作業ね、停電作業、これやること。それからあとは建設機械の掘削作業、この3つは今年絶対やっとかなくちゃいけないと。もちろんこれやらなくちゃいけないんだけども、もう少なくともこれはさらさらかけるようにしておかないといけませんよという問題です。でここではここではほぼほぼね、ここ書いてある安全対策見てるね、ここ書いてあるね、技術だけはダメですよと、こういうな。でこれ回答見ていこうと、まあちょっと見ていくと、まあ、2つだけだからここではね、ということで、高所作業者での作業ですね。これは高所作業者、床が10メートル以上ならば、技能講習終了、2メートル以上、10メートル未満ならば、特別教育終了者に作業させてねと。ね、もう一つは、作業特に労働者を乗せたまま、高所作業者を走行させてはならないよ。そういうことを徹底してくださいよと、ね、いうことです。二つ目は、例えば、酸素欠乏危険作業ね、地下のピット内の作業だな。ピット内での作業場に、場所における、空気中の酸素濃度、まあ、これは 18% 以上保たれるように換気してくださいよと。それからもう2つ目は、労働者の地下ピット内の作業場に入ったり出たりするとき、入場までは出場、まあ、こういうところが必ずその人数と名前を確認してくださいよと、まあ、こういうことが重要なポイントになってくると。こういうかな、こういうふうにことを書けるようにしておいてください。いいよね。それから今度はこっちの用語だな。今度は電気工事用語。ここではですね、まずこれ。水車のキャビテーション、ね、それから9番閉塞装置、それから11番これね、体力試験、これは必ずやっとくね、これは必ずスラスラ書けるようにしてください、ね、上にやってください。まあ回答は4つだけしか、4つって書いてある、上から4つしか上げないけど、これもちゃんと読んでいてやってくださいよ、ね、ということです。でちょっと回答見ていくと水車のキャビテーションって何かというと、これは要するにダムなんかが発電のために水をこう送っていくと、管内を。で、管内の凹凸なんかあると、ポンと飛び出したところからね、水が少し飛び出して、進行ができる。進行できると、要するに飽和水蒸気圧が下がって、気泡が生じる現象。だから、キャビテーションっていうのは、要するに水車内部の流速差があると、気泡が生じる現象である。ね、ということだ。そしたらこれを防止するのはどうしたかって対策だな。水車の速度比を小さくし、あれから吐き出し側の高さを低くすると。まあ、これによってこれを抑えることができると。まあ、こういうところのポイントだな。それから今度は送電線の多動線、多動体方式。これは表皮効果が小さいからな。だから多動体にすると線を細くしたら表皮効果が小さくなるから。だから送電量が増えますよと。ね、いうことだ。で多動体方式にすると、ね、これは電波障害も少なくなるよと、ね、そういうメリットがあるよという。ただ工事するのお金かかるけどね、だけどそういう特徴がありますよと。それから電力デマンド制御、ね、電力デマンド制御のところでは結局はこの最大電力を超えないように管理すると、ね、でそういったように事前電力を制御すること、これはまあ目的ですよと。でその他ですね、2つ目のところね、一定時間ごとに、これ一定時間ごとだな、電力量を予測して、そして最大電力を超えそうな時には、自動的に、まあ、警報の発令とか、ね、負荷の制御などを行うよと、こういうような。最後 のスポットネットワーク事前方式。これはですね、大都市なんかのさ、停電したら困るようなところ、そういうところではね、停電が許せられない都市部、まあ、こういうところでですね、性能の高いですね、こういった、ね、スポットネットワーク方式であって、事前方式を広く利用されています。ということな。で特徴はどういうのかというと、ネットワーク変圧器はね、ダウンしても、ね、1台が停止しても、残りの変圧器でですね、まあ、調整することができて、ちゃんと電力を送れますよ。そういう特徴は1個壊れてもいいと。そういう全体のとしてカバーできますよ。まあ、そういうことを書いておけばいいと。こういうことなんですね。
で、杉と。で、こちらの、ホイッサンブリッジのカードだね、これね。ということで、これはあの対角同士の掛け算、こことこの掛け算はこっちのこの掛け算に等しいってわけ。だからこうやって50とこれだな。50とこれを掛けたもの。ね、50とこっち掛けたものな。だから、そしたらこれは、まあこっちが一応虚数だから、相手に L とつけとかな。直角方向だわ。抵抗に対して直角、こっち側だわね、L のかな。こっちが R だからな。こっちが I 軸とかになる。IL とかになるわけだな。ということで、これこっち側だから、50×R 足す IR で虚数 L と書く。で、これ掛け算するとこうなるな。これが 100× のこっちだから。100× の50足す 10i とこうなるな。で、これ掛け算すると i と i を集めて、i でないものとやればいい。そしたら i でないものはこっち側だけどな。こうなる。1番。2番、i がついてるものはこうなる。で、これ計算したら R が100で、L が20とこうなるわけな。20ミリ平米になるわけ。まあ、こういうような答えになって。答えは3番。こうなる。いいぞ。対角線だ。フリーズンブリッジ。それから、これはね、送電線のたるみの近似値 D、それから実長 L、ね、これを求めると。今これよく試験出てくるんで、これは数値、この公式を覚えておらないともうアウトです。今年は必ず公式を覚えていってください。いいですね。で、このなんか数値入れるだけ、あとは、景観の S が60だとかさ、ね、張力が6000だとかさ、ね、単位長さあたりの重量40ニュートンパー平方メートルとかね、まあ、これ入れるだけだ、この式に入れたら、これ計算すると3になってここ 60.4 になるよと。で、この組み合わせが3と6だということで、答えが1番ですよということで、3と1と、まあ、こういうふうになってくればいいと、こういうわけですね。はい、できました。で、これはですね、電気法規で、まず電気法規というのは、これ一つは建設業法と電気事業法と、二つはだから、これは建設業法ということね。で、ここ何が出てるかというと、元請け、下請けの義務だな。ということで、元請けには、その、請け負った建設工事を施工するために必要な工程の材木とか、作業の方法、その他、元請け負いにおいて定める事項を決めようとするとか、あらかじめ、下請け負いにですね、材木だからな、細かいところだ。これ下請け負いの意見を聞かなきゃいけませんよと。下請けの意見を聞かなきゃいけないよと。で、前払金の支払いを受けたときは、ね、その時は、ね、受けたときは、資材の購入、労働者のその他建設工事の、これは着手に必要だな。着手に必要な、受けた着手に必要なってことな。工事、必要な経費を前払金で払うように配慮しなきゃいけませんよ。ということ。この辺の文言だな。着手が出るかどうか分からないけども、募集が出るかもしれないしね、購入が出るかもしれないし、なんかどっかは出てくると必ずね、この文章が出てくると気をつける。二つ目、これ標識、当てはめるので、決められてるのでどうか。ということで、建設業者が掲げる標識の、工事の標識だな、記載事項に、店舗にあっては1号から4号までを掲載するんだけども、現場は何を置くかというと、1号から5号まで上げるよと。どんなのが並んでるかということだな。そしたら、1項目は一般建設業か特定建設業かの区別を書いていくと。2つ目はですね、許可年月日と、それから許可番号だな。許可番号。および許可を受けた建設業と。こうなるわけな。それから、称号または名称。それから、代表者の氏名と。を書くと。それから、あとは主任技術者と管理技術者の名前と。まあ、これだけを工事現場の前に貼り付けておいてくださいよということだな。だからこれが出るかもしれない、こっち側がな。これが出るかもしれない。どれが出るかも分かりませんね。ということで、代表者が出るかもしれない。ということで、この文言は理解しておかなくちゃいけないということになります。まあ、こういうことだ。それから、あと最後ですね。今度は電気事業法な。電気事業法ですね。ということで、これはこの法律、電気事業法な。電気事業法。この法律は電気事業の運用を適正かつ合理的にならしめることによって、電気のですね、使用者の利益を保護する、ね、使用する人を保護する、ね、および電気事業の健全な発展を図るとともに、電気工作物の工事維持および運用だ、ね、維持運用こういうみたいなね、運用することによって公共の安全および環境の保全を図ることを目的とする。まあ、
まあ、ということになってくる。このあたりをしっかりと今年は整理しておいてください。というわけですね。じゃあこれでですね、虎の巻の説明を終わることにいたしましょう。